ơi. Dạ dạ rồi, em mời anh. Dạ, cảm ơn nhiều. Thank you, thank you. はい、着きました。このね、海鮮レストランホテルの方からね、教えてもらったところですね。ここに座りましょう。店員の人がね、海鮮を選ぶということなんで、これは牡蠣ですね。何の貝が美味しいか全くわからないです。今日ね、貝たちを頼みました。あ、うん、OK。はい、今ね、席に座りました。一応さっきね、貝類は頼んだんですけれども、後でね、あの麺系ね、あとご飯系ちょっと頼もうと思ってます。はい、でこれね、ビービーナこのビール紹介されたんでね、これ飲みたいと思います。初めて。よし、氷に入れて飲みましょう。いただきます。あの、ごくごくいけますね、これはね。うん、爽快で、ここはね、あのホテルの方にあのご紹介いただいてね、来たんですけれども、3店舗ぐらいあるみたい でここが一番ね、空いてるんでね、入りました。これね、これもおそらく半熟系だと思うんですけど、ね、食べないです。来ました、エビ蒸し、蒸し美味しそう。ここはね、あのさっき見せた入り口の方で海鮮を言ってね、蒸すとか焼くとかいろいろね、言えばやってくれるみたいです。いただきましょう。1キロね、50万本だったんで、2500円ぐらいですね。で、私1人なんで多分300g ぐらいでいいって言ってたんでね、1、2、3、4。でも結構ありますね、もしかしたら1キロか。熱い。いただきます。いいしょ、プリプリ。うまっ。このエビ蒸しはね、エビ蒸し、蒸しエビ、はい、ベトナムはすごいメジャーな料理でね、レストラン行くとね、大体ありますよね。ディープリだわ。味噌汁作ってくれないかな、これ。うわー、うーん、ちょっとね、エビはこちらに置いといて、これポートデーが来ましたんでね、これをいただきます。これ味付け自体してあるのかな、結構大ぶりですね。いただきます、このまま。うーん、ホーチミンで私が一皿3万丼の前動画上げたレストランあるんですけど、まあ、レストランっていう屋台、大きさとブリブリ感が全然違う。こりゃ美味しいわ。ピーナッツとネギ、それとホタテね。来ました、海鮮焼きそば。ちょっとこの草はね、取りますね。はい、海鮮なんでね、エビですね、あとイカ、うん、がメインで入ってますね。あとブロッコリーとか、こういうなんですかこれ、八宝菜、玉ねぎ、人参ですね、入ってます。これは美味しいでしょう皆さん。
うん、まっ。味付け濃いし美味しいわ。これもう日本出したら間違いなく売れますよね。このまたね、インスタント麺を戻した麺ですよね。これがまたうまいのよ。ベトナムはね、大体こういう麺使いますよね。さっき値段ちょこっと見たんですけど、これね、7万ドンなので350円、安いわ。あと、あの量ね、ちょっと少なく見えるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ重いですからね。これはね、うん、僕にとってはめちゃめちゃ嬉しい。ちょっと2本目はね、久しぶりにハイニケン飲もうと思います。あー、OK、頑張んにゃ。冷え冷え。じゃあ開きます。これはこのまま。ホタテもね、あったかいうちにね。うん、最後の一個。うん、あとね、僕の友達エビがね、3人います。まだ大丈夫、まだ悲しくないんで、彼がいるならね。いただきます。さらばエビ、うん、会うのは来年か。焼きそば残ってますよ。それにしてもあの貝が来ないな、最後一個。今ね、やっぱ店員さんからもね、あのこいつよく食うな目線をいただいてます。ありがとうございます。にゃちゃんでもやっぱ見られるんですね。そうね、これはね、ほんと量多いですよ。2人前は普通にあると思います。これで7万分って安すぎでしょ。もうナイスコンビネーションだわ。あのね、あの私のね、こっち側にね、あの店員の方が2人ね立っているんですよ。あのこの画角に入ってないですけど、すごい目線感じるんですよね。僕の食べてるのずっと見てるんですけど、私こっちで、こっちの目でちょっと見てるんですけど、もう見てますよね。そんなに珍しいかい、僕のこと。美味しかった、完食です。来ましたよ皆さん。これ結構量多いな。ちょっとアワビっぽいですよね。食べたことないですけど。はい、いただきます。なるほど、まあなんかホタテっぽいですね、簡単に言うと。レモン塩いただきましょうか、これで。うん、これ最高。ちょっとこれだけの量はちょっと多いな。食べれなくはないんですけど、わんこそばみたいな。これあの出したんですけど、この色ちょっとやばくないですか。これはちょっとね、あの防衛反応が出てね、やめます。ここで払いたいなったらやばいんで。僕もね、昔貝で痛い目あってる、うん、いやこれ量多いな。ただでもな、これ高いからな、なんとしても食べきろう。すごい視線を感じますね、店員さんの。ラスト1個いただきます。今度は緑ですよ、これ。食べよう。緑を感じますね。
ごちそうさまでした、うん、もうこの回はいいかな、食べなくて。ラストビール、まあ、ここはね1キロあたりの値段が出てたんですけど、私が食べたのは300とか400グラムとかで店員さんが調整してくれたのでね、多少あの1キロの価格より安くなってると思います。はい、今ね、来ました。16万7千ドンなので、2800円ぐらいですね。まずね、エビくん、これが1キロ50万ドンなんで、私食べたの300グラムで、15万ドンですね、750円で。2番目のあのホタテっぽい貝ですよね、あれが1キロあたり36万ドンなんで、400グラムで14万4千ドン、720円ぐらいですね。で最後のあのアワビっぽいあの貝、これが一番高い、1キロ55万ドン、300グラム食べて16万5千ドンなんで820円、30円ぐらいです。これが一番高いのか、これだけ入って300グラムなんですね。で、焼きそばですね、まあ、さっきも言ったようにこれ7万ドンなんで350円、安い。一番最初のこのビール、これですね、これが1万3000ドンなんで安いですね、これもね、65円ぐらいですね。でハイニケンが2万3000ドン110円ぐらいですかね。あとまあおしぼり代とか入ってます。56万7000ドン2800円ぐらいですね。はい、美味しかった、よかった。支払います。今ね、支払いしましたので行きましょう。朝食行きましょう。ここで食べましょう。とりあえずね、取っていきましょう。はい、ということで朝食取ってきました。今からいただきます。スパゲティ。ホテルでよくあるスパゲティの味ですね。他のね、お客さんもすごい多いですね。昨日よりも多い。ベーコン。サラダ。本当はね、まあ、もう一回転。もう一回ちょっとパンを食べようと思うんですけどね。ちょっとこれを置いてる時点で周りの方からなんかこいついっぱい食うなみたいな目線を感じるんですけどね。結構本当お客さんいるんで。まあそんなの気にせずね、パンは絶対食べます。足らないですね。はい、パンとベーコン取ってきました。これあの別の日の朝食じゃないんで、また食べます。育ち盛りなんで。日本にいたらトースターでチーンって焼けるから、もうそんな先進味ないと思うんですよ。だから私の家はねトースターがないんで、こういう焼くトースト、もう久しぶりなんですよ食べるの。だからもうあのね、このトーストを見る目が皆さんと違うんですよ。もうなんか長年会ってなかった親友かのような感じで見てますからね。いただきます。マーマレードとストロベリージャムのせですよ、もう長年の夢。あのごめんなさい、無言になるんでね、もう一回転パン行くかもしれないんですけど、それはちょっと周りの目線をね気にしながら行きたいと思います。はい、とりあえずね、いただきます。はい、これからね、ポーナガール遺跡の方にね向かいたいと思います。ニャちゃんの観光スポットの一つになります。行きましょう。はい、到着しました。ここがポーナガール遺跡になります。
あちらの方で入場券を買うみたいですね。はい、ここで入場券を買いましょう。1万ドンになりますね。結構混んでる感じはしますね。はい、来ました、ポーナガール遺跡。レンガ積みの特徴ある遺跡みたいですね。それではね、上に上がっていきましょう。上がね、メインの遺跡になるみたいです。なんかこんな、なんだろうな、街中に遺跡があるっていうのはなんか面白いですね。もっとなんかすごく田舎の方にあるんだったら別なんですけど。はい、上がってきました。にゃちゃんの街が一望できますね。向こう、あっちの橋ですね、あっちの橋をこばーって渡ってきて来ましたね。ビーチは向こう側になります。こんなところにこの遺跡、チャム族という王国が栄えてたみたいで、8世紀9世紀ぐらいでこの遺跡が建てられたようです。間違ってたらちょっと補足します、後で。かなりそうすると昔ですよね、8世紀9世紀になると、私が生まれる前ですね。中にあの本堂があるような感じですね。サウスタワーって書いてあります。で、向こうもそうですね、中本堂が入れるような形になってます。テトなんでね、こういった花が飾られてますね。ここも中が本堂になってますね。はい、短パンの人はね入れないようなので、私ちょっと今日短パンなんでね。ここがノースイーストタワーです。それぞれこう方角によってあるみたいですね、祠が。ひんやりしてますね、この辺り来ると。これは遺跡好きな人にはたまらないんじゃないですか。レンガですね、こうやって積み上げられてって。アンコールワットに似てるんですかね、行ったことないですけど。こちらでは何かこうお祈りのようなことをしてますね。皆さんでご飯食べたりとか。こっちの方にも本堂がある、祠っていうんですかね、のがあります。ここはノースウェストタワー。すごい静かでのどかですね。こうやって見ていただくと分かるんですけど、そこまで大きくはないですね。本当に一周して終わるみたいな感じですね。本当この街中にこんな遺跡がポツンってあるのはちょっと面白いですね。遺跡のショールームになってますね、そこもね。これはお土産ではないです。こっちがお土産か、民族衣装っぽいの売ってますね。なんかこういう色合いとか見ると、なんかタイとか、なんだろう、ミャンマーっぽい色ですよね。これも、こういう象とか、象はタイではね神聖な生き物って言いますからね。なんかちょっとベトナムって感じがしないですね。そうですね、やっぱり、もうなんかお腹いっぱいです、私。早すぎるかもしれないんですが、そこまで大きくないんでね。
うん、ありがとうございました。ここでコーヒーとか飲み物とか買えますね。でここで飲んでくつろぐこともできます。眺め最高ですね。私はね、さっきも言ったようにお腹いっぱいなんでね、行きます。興味がある方はぜひ、遺跡マニアの人ぜひ来てみてください。まあ、ここニャちゃんのね観光スポットの一つなんでね、まあはい、一つ制覇しました。それでは行きましょう。あれですね、なんか、うん、祠というか塔というか、なんだパ、この QR コードを読めばおそらくなんか説明が出てくると思うんですが、あ、ここがあれですね、正面になってるみたいですね。まっすぐこう張ります。階段ですね、ここはね。今ねちょっと出口の方来ましたけど、ここがあれですね、こう出入り口みたいに本当はなってたんでしょうね。出口はこちらです。運動したんでね、あの甘いものでも食べにましょう。でこの通りにね、あのベトナム風プリン、こっちでフランって言うんですけど、この通りにあるみたいなんで、ちょっとね歩いていきたいと思います。ここはタッバー通りというところになりまして、さっきもね来た時はこのまっすぐバーッとこっちの方に来てね、で遺跡の方に入ってきました。でこの通りはなんかね、あのあ、バンカンとかバンセオが売ってますね。ホーチミンでもこれはねいただきました。ここはねなんかね、プリンはね、あ、ここもプリン屋さんですね。ここで食べましょうか、一番近い。これ日本のプリンですよね、フラン。ここで食べましょう。本当にこの街中にあそこの遺跡がありますからね、なんか面白いですね。はい、到着しました。ベトナム風プリン、これね氷とね、あとこれ白いのはあのココナッツミルク風のコンデンスミルクだと思うんですよね。でこれがプリンですね。こっちではフランと言います。はい、美味しそうです。いただきましょう。はい、もうねかなり歩いたんでね、エネルギー補給しましょう。プリンタイム、いい感じで氷も溶けてきましたね。それではね、いただきましょう。このコンデンスミルクプラスこのプリンね、濃い、美味しい、うまいな。これはどっち、この汁というとこのカラメルっぽいやつ、どっちかっていうとコーヒーの味がしますね。うーん、あとね、そんなにね甘くないんで、すごいさっぱり食べれます、うん、で先にあの値段を言っときますと、1つ1万ドン50円ですね。なんで2つ入りなんで、これは2万ドンで100円になります。あっという間に食えますねこれは。結構歩いたからな。ごちそうさまでした。それではお会計してね、次の目的地行きましょう。
はい、ということで、ここはロンソン寺院というところになります。ニャちゃんの観光スポットの一つですね。入っていきましょう。そんなに人はいないですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あちらに仏像が見えます。こちらの本堂の中をね、短パン禁止みたいなので、ね、私また今ね短パンですからすいません。こっち側に入りましょう。非常に静かですね。なんかちょっとひんやりしてますね。これなんか千と千尋の神隠しっぽいな。俺神隠し合わないよね。ここで困るんですが、予定あるんで。こうじゃあ上がっていきましょう。なんかねすごくこうなんだろう、神秘的こう空気感が変わりますよね。人が誰もいないですね。まだ上ですね。あります。はい、したらまたね上に上がっていきましょう。まだある、まだあります。着きました。ここが頂上です。大きい、迫力がすごいですね。一周をするとねこんな感じですね。結構ね、この階段ね、急ですね、降りるとき。鈴の音も聞こえていいですね。はい、以上がロンソン寺院となります。皆さんお写真撮ってますね。ここはね、にゃちゃんの観光スポットの一つでもありますので、もしねご興味ある方、にゃちゃん来られた時にぜひ来てみてください。おっさん坂歩い上がってエネルギー不足です。休憩しましょう。今初日にね来たカフェに来たんですよ。バンミを食べた。そしたらね、3階はね、相当いい眺めですね。ここがニャちゃんのセンターらしいです。で、あそこに見えるのがニャちゃん大聖堂というところになりまして、2時からね、オープンみたいなのでね、後から行ってみたいと思います。それではね、ここでコーヒー飲んでゆっくりします。はい、ここね。にゃちゃん大聖堂ですね。こちらになります。これからねちょっと向こうが入り口みたいなんでね入っていきたいと思います。
こちら中に入ってきましたね。みんなバイクで上がってってますね。写真をね、撮ってる方も多いですね。ここがニャチャン大聖堂です。教会ですね。ここもそこまであれなんですね。大きくはないですね。もう一周さーってできるような感じです。あそこがさっきね、カフェ行ったところですね。すごいですね、皆さん入ってきてますね。私はあの教会は1回ぐらいしか行ったことないんであれなんですけれどもね、ベトナムはあのキリスト教の人がね多いですし、教会も非常にホーチミンでいる限り多いですね。よく見ます。まあ、こちらもね、ニャチャンの、まあ、観光スポットというか代表的な場所になるのでね、ぜひニャチャンに来る人いらっしゃいましたら、ここもね一度来てみてください。はい、ということでね、ちょっとね戻ります。あの先ほどのね、ニャチャン大聖堂をちょっと出まして、このね通り、さっきグラブで通ったらいろんな木がね販売されたんですよね。旧正月用の木ですよね。華やかだったんでね、ちょっとねこちらの方歩いていきたいと思います。もう1月1日でいう旧正月がね非常にもう近いですから、皆さんその前に買って準備ですね。日本でいうと12月29、30日のような感覚ですよね。写真撮ってます。これは桃の花かな。ベトナムはあの桃の花とか、あとは金柑ですね、あの木ですね、それをね旧正月に買って、飾り付けに購入される人はね多いですね。こういう赤い、なんだろう、派手なやつを見るとね中国っぽいですよね。っていうような漢字が書いてあるのね、置いてありますね。すごい石と木のこれミックスですよ。これでもなんかこのあの巾着袋みたいなのがかかってるから、これお金の金運の花かな。手入れしてますね。盆栽っぽいですね、この辺りはね。これは菊の花かな。これが、金柑ですねだと思います。はい、金柑の木ですね。旧正月に買って、家で飾り付けしたりします。これも売ってますね。1個1万ドンですね。詰めてますね。中身はなんか木をなんか
中身はこの木をね入れてますね。ラッキーな木なのかな。これスイカだ。スイカにこう切ってデザインしてありますね。これは桃の花ですね。これはあれですね、日本でいうなんかお年玉袋みたいなやつね、売ってますね。でこちらもね、あのお年玉をね、旧正月はね送ります。会社もね、あの私も社員の人スタッフの人にね、あの渡さないといけないので、ちょっと賑やかですね。こんな感じでさっきも見たあの中国っぽい赤いものの音が、黄色、さっきもあの見ましたけど赤とか金とかすごいですね。これこの辺り賑やかですね。写真撮影してます。ワクワク感があるでしょうね、この辺りは。おっさんもワクワクしたいよ。でも一人、日本はさすがにここまできらびやかな飾り付けはしないですよね。すごい、なんかこれ買ったらお金持ちになりそう。ちょっとね、あのビーチ側は戻らずにね、もうちょっとお腹減ったんでね、このままちょっと早めのねご飯食べに行きます。はい、ここね、バーベキュー屋さんです。はい、こちらがねメニューになります。店員さんもすごい親切でね、いろいろ説明してくれました。今回はね一人用のコンボがねあるみたいで、このバーベキュープレートっていうのをねオーダーしました。でここからね、あの2つ2種類、まあポテトとかねサラダとかいろいろあるんで2つ選べると。私はアスパラとあとサラダをね選びました。忘れちゃいけないね、このビールね。ビール全部なんかベトナムビールみたいなんですね。私はこのねダブルジャスミンっていうのを 8.5% をね頼みました。はい、美味しそうです。昼飯食べてないんでね、それをね待ちましょう。はい、それではねビール到着しましたのでね、いただきます。ジャスミンのビールみたいなんですけど、感じないですけど、すごいフルーティー、さーってなんか甘さというか、このなんか爽快感、なんかこうメコンにいる感じがします。匂いもちょっと甘い感じがしますね。でもビールの味ガツンときますね、美味しい。で今なんですけどね、まだ5時15分なんですよ。早めにねちょっとご飯食べたくて、昼ご飯食べてないんでね、で
結構やっぱりね、何度も言いますけどね、歩いてるんでこう見えて、でここのお店はね人気です、 by Google、はい、で店員さんもね、あのテーブル選ぶときもここはあのもう予約入ってます、ここ予約入ってますって言われて、中で食べようと思ったんですけどね、もう何組かもうちょっとね、あの私がビデオ撮ってる時に入ってきたんでね、ちょっと外でね食べることにしました。外はね今のところゼロなんで、お客さん非常にいいです。で涼しい、いい、お腹減りました、待ちましょう。はい、それではねいただきましょう。これね、ソースこんな感じでついてきます。バーベキューマスタードと、あとバーベキューソースですね。まずはねこのままいただきますよ、私いただきます。うん、一瞬でとろけます。とろけはしないです、ごめんなさい、一瞬で取れますね。でもね柔らかくてうまっ、これ足らないね、あとビールね、いただきます。マスタードつけていただきます。優勝、うまっ。でさっきあのお兄ちゃんが開けてくれたあそこでじっくり焼いてあるんでね、うめえ。でピクルスね、私大好物、もう海鮮料理はいらない、もういい、もういや時代は肉。今あのブリスケットサンドイッチっていうのをね頼みました、ここのねベストセラーみたいなんで、ぜひね食べましょう。もうねもういいよ、お金はもう部長に頼もう。最後の一本です、悲しいけどね、いただきます。マスタードたっぷりつけて、やばいわ、ピクルス、アスパラ、ナプキン、ビール、ここで働けないかな、フランチャイズやるんでちょっとお願いできないかしら。うん、ピクルスがうまい。もうねちょっと食べきったんでね、待ちましょう、サンドイッチこれじゃ足らない本当に、うん、さっきからあのねグラブの人もね来て、あのテイクアウトの料理持って行ったりしてるんでね、ここはやっぱり混むでしょうね、 Google に間違いはなかった。はい、到着しました、このブリスケットサンドイッチベストセラーみたいです、まだまだ食べれますよ。それではいただきましょう、まずポテトからね、最高、大地の味がしますよ、うん、北海道の大地の味、サラダ残ってるからこれも一緒にね、これ見て皆さん、これは一口ではいけないでしょう。でトライはしますけどね、ブリスケットサンドイッチいただきます。今落ちた汁見ました、あれ僕のよだれじゃないですよ、肉汁、僕こうやってつけます、いただきます。優勝、もうこれを超えるものはない、もう手でいいや、これはもう最高だわ、もう僕ね屋台飯やめます、ベトナムの、もうやってられんわこれ食べたら、もう申し訳ないですけど豪快に汚くいただきました。でにゃちゃんはあの多国籍料理いっぱいね、あのシンガポールとかインドとかあとスイスとかね、あの見たらねいろんな国の料理がね集まってますから、非常に面白いと思いますよ、ベトナム料理だけじゃなくて日本料理ももちろんありますしね、
して正解。これも正解。もう気にしないで皆さん。さっきからね、入ってくるお客さん見てると韓国系の人が多いですね。これでもね、一つ頼めばね、男性だったらちょうどいいかもしれない。この玉ねぎはね、もうちょっといらないです。完食しました。ごちそうさまでした。お会計しましょう。逃げれない。はい、ということでね、お会計です。合計で575,000ドンですね。はい、最初に食べた豚肉のリブみたいなやつ、あれが25万ドンなんで、1250円ですね。でハンバーガー、あれが23万ドンなんで、1150円ぐらいになります。あとビール、これが9万5000ドンなんで、430円ぐらいですね。合計575,000ドン、2800円ぐらいですかね、800、900円ぐらいですかになります。はい、あのハンバーガーサンドイッチ安いな。でも昨日食べたあのハンバーガーはあれでしたからね、あれも美味しかったですけどね。うん、でも両方美味しかった。今日のやつも美味しい、もちろん最高でした。本当にもうね、だいぶちょっと暗くなってきましたね。今6時10分です。はい、お腹いっぱい。まあでも10時ぐらいにお腹減ると思うんでね、ちょっとつまみます。はい、そういうことでね、支払いして帰りましょう。逃げれない支払いからは。続々と今お客さん入ってきてますね。欧米の方とかね、インド系の方とかもね、結構入ってきてますね。早めに来てよかった、本当に。多分ね、俺まだ6時10分ですけど、7時とか8時になったらもっと混むと思いますね。早めに来て正解。フェイスオーケー？イエーイ。オーケー。ホテルの優しいスタッフの人です。デッガイとデッチャイですね。Thank you, thank you. OK, thank you, thank you. OK, bye bye. Yeah, bye bye. OK, bye bye. はい、そういったことでね、今日ね、最終日、明日ちょっとね、にゃちゃん出ますので、今日夜ね、そこまで大きくないと思うんですけどね、にゃちゃん自体、中心は。ちょっとね、歩いていこうと思います。ここはチャンフー通りというところでね、おそらくこのメインの一つの通りですね。交通量も多いです。それでこれね、すぐ渡るともうビーチですからね。一旦渡りましょう。だいたいね、向こうの方で泳ぎに行くんですけどね。暗いな。ちょっと後でね、向こう行きましょうか。はい、向こうの方行きます。こっちは走りに行くとインターコンチネンタルホテルですとか、あとシェラトンホテルとかがあります。私の泊まってるホテルもね、すごい立地的には最高だと思いますね。 7,8 年前にニャちゃんに行った時、どこのホテル泊まったか全然覚えてないんですよね。安宿だってことは覚えてます。もう近いですからね。明日明後日ですから、もう騒がしいですよ皆さん。もう憩いの広場みたいですよね、ここはね。スケートしたりとか、皆さん楽しそうにみんなで集まってますね。ホーチミンでいうとおそらくね、ウィンフエ通りだと思いますね、ここは多分。どうしたらもいいね、メッセージ。ここはビーチのすぐそばなんでね、非常に風がね、気持ちいいです。コンサートしてますね。コンサート演劇か。ランウェイ系で高いランウェイハンブータンブータンランウェイハンブータンナイトマーケットがあるんですよね。渡りましょうか。とりあえずね、渡ればね、
ぐらい事故りましたけど大丈夫、自信持って諦めないで。ここなんですよね、ナイトマーケット。あ、でもあれだね、もう閉まっちゃってますね。閉まっちゃってます。すごい、あの内側綺麗ですけどね。こういうところでみんな写真撮ったりとかしてますね。ベトナム人の人ね、写真好きですからね、本当に。わたあめ売ってます。おじさん買おうかな、一個。これはアイスかな。写真めちゃめちゃ撮ってますね、この辺りね。私は2010年に、ベトナムで初めて旧正月を過ごしたんですよね。その時は私の友人がちょうど来てですね、一緒に過ごしたんですけれども、それ以来なんで十何年ぶりか。いやホーチミンじゃなくて今回はね、ニャちゃんとだこっちの方で過ごすんですけれども、ビーチですね。あっちがビンパールですね。なんか遊園地とかがあるみたいなんですよね。私はね、今回ちょっとね、まあ一人で遊園地ってちょっとしんどいんでね、行かなかったんですが、離島になってるみたいでね、あのあっちもね、誰か一人でポツンと座ってる美女はいないかな。金髪の女性もいないしな、いても話しかけられないし、そうなるともうあの誰かお願いしますよ。すごいあの風が気持ちいいですね、本当に。ニャちゃん住んでたら本当ここ毎日夜とか来て、なんだろう、ビール飲みながらね、語り明かしたいですよね。夜のね、海もいいですよね。怪しいおっさんがカメラ持って話しててみなさいよ、皆さん。視線独り占めですよ。ビンパール向こうにあります。急遽ね、あのレイトチェックアウトができるようになりまして、よかった。2時までね、入れます。今12時半ぐらいなんでね、最後にね、このニャチャンビーチ来ました。ちなみに今、1月31日ですね。そんなにやっぱ混んでないですよね、こうやって見ると。最高だわ。
ここね、ニャチャンビーチです。そんなに人も出てないですね。本当ならここもね、すごいあの観光客の人で混雑してると思うんですけどね。国内のベトナム人の人はもう来ないのかな、ニャちゃんは。何回も言って申し訳ないですけど、ハワイでしょここは。もうちょっとね、もう一回旧正月じゃない時に来ますよ。ホテルも安くなってるし、今よりもまあそこまで混んではないと思うので。すごいよ、昔の俺を見てるようだ、あの子。うん、頑張ってくれ。見てください、これ映画に出てくるでしょ、これ007規模になって。飲んじゃおうかしら。ちょっと値段だけ見ようかな。飲まずにね出ます。たまに来るのもやっぱいいですよね、こういうリゾート地。ホーチミンの近くはね、ブンタオっていうねリゾート地あるんですけどね。みやちゃんも落ち着いていいですね。ここがね、あの先日ハンバーガー食べたところですね、セーリングクラブ。多分あそこでなんか演奏するんでしょうね、明日とかね。2月1月1日ですね、旧正月の。007にはならずね、ちょっとね行きましょう。ただの冷やかしで申し訳ないです。今日は2時にね、車が来て、それに乗ってねちょっと西の方に移動するんですが、ナイスバディの人が立ってるんですけど、あのあんまり向けてるとねちょっと捕まるのも嫌なんでね、画角をずらそう。私の手を見てください、これ、このセクシーな手、これ。はい、砂が熱い、これ熱いよ。ちょっと日焼けしましょうか。熱っ、おわす、今までで一番熱い。それでは行きましょう。さよならニャちゃん、また会う日まで。無事終わりましたので行きましょう。それではこれからね車で移動します。ダラットに行く途中ですね。こっちまっすぐ行くとねダラットになります。でこっちがねニャちゃんですね。出来上がったんでいただきました。到着しました。これ番号、寒い寒い、待った甲斐があったこのバンちゃん。美味しそう、あったかくて。見てください、これ皆さん。そしたらこれバンミーシュー。いいね、タイっぽいものいますね。これもういっか、見てみなさい。15万ドル、だね。レイジーハウスというね、場所に来ます。今日もゲット見ですね。屋さん